ペドロ親方の人形芝居は、マヌエル・デ・ファリアが音楽と台本を担当した、序幕、主部、終幕からなる一幕の人形劇。18世紀以来忘れ去られていた楽器である、クラブさんを現代オーケストラで使用した初の例である。1919年にポリニャック公爵夫人から自宅サロンで上演できるような人形劇のための音楽を移植されたファリアは、 1919年から1922年にかけてセルバンテスのドン・キホーテ第2部のエピソードに基づいて本作を作曲し、夫人に検定した。アジア初演ポスター1923年3月23日にセビーリャにおいて演奏会形式で上演された後、同年6月25日にパリのポリニャック公爵邸にてウラギミール・ゴルシュマン式。 ワンダランドフスカのクラブさんにより公式の初演が行われた。アジア初演は1995年12月に台北オペラカンパニーの総道を芸術監督の声掛けで実現した。人形の制作と手さばきに補定劇の小西演劇団が協力し、その上演記録はスペイングラナダのファリャテ県博物館に保管され、東西文化交流の手本として公開されている。 アラゴンにある宿屋の馬小屋で、ペドロ親方による人形劇が行われる。これを見ていたドンキホーテは物語にいらぬ茶々を入れ、ついには感情移入の余り劇中の人形に切りかかる。シャルル・マーニュのカシンドン・ガイフェーロスは、盲ロ人に誘拐された妻、メリセンドラを救出するが、盲ロ人の追手が彼らに迫る。フルート1、オーボエ2、イングリッシュホルン1、クラリネット1、 ファゴット1、ホルン2、トランペット1、ティンパニー2、テナードラム、シロフォン、ラチェット、ジングルのないタンブリン、タムタム、小さいカネ、ゲンゴブチェンバロ、ハープリュート、歌手3人は1列目に配置される。全工場プレゴンペドロ親方のシンフォニアシンフォニアで、前世ペドロシャルルマーニュ帝の宮廷コルテでカーロマグの、メリセンドラメリゼンドラオシオキラペルシクシオン。 ピレネーサンムヤクロスピリネオズ、逃亡ラフーガシューマックファイナル、プーランク、オーデル編、千葉文夫役、プーランクは語る、音楽家と詩人たちちくま書房1994年、初演者のチェンバロ奏者、ワンダランドフスカの移植によりファリアのクラブ3競争曲が作曲された。この前日には同所において、イーゴリ・ストラビンスキーの結婚の非公式初演が行われている。 ペドロ親方の人形芝居の楽譜、国際学フライブラリープロジェクト、ありがとうございます。